日本の小銭が666の獣になぜなるかというと、まず価値観の規定にある。そこにバグがあるわけだ。そこで暴走を起こすわけで、想定通りなら5円が十分。それでは増えない、ペアがない。5円が2つあって初めて増える可能性が出る。日本が太平洋戦争の勝者になった結果、日本は世界の王となったが、その時勝ち、それもまた規定として設定する立場に置かれた。その時に運命か何かか、ゴミ。価値の設定に不明瞭な部分が出たわけだ。そこにぶつかると価値観に歪みが生じてストレスになり、あるいは戦闘衝動を抑えられなくなる。廃棄量、単に総時代としても、この辺、あまり重視されてなかった可能性は、多々。普通の感覚、食事として廃品回収や衛生局は好まれない。必要ではあるが、無価値。